ございます。気合入れていきます。散歩行きます。いただきます。練習行きます。2ブレンです。頑張ります。午前の練習終わりました。練習終わってお昼食べてシャワー浴びて洗濯して、で今1時1分で午後の練習が3時50分からなんで、この後はちょっと勉強行こうと思います。午後の練習終わりました。帰ります。いただきまーす。夜活に行きます。勉強終了です。スーパーに行って明日のお昼ご飯の材料を買います。夕食の準備をします。夕食の準備アフレコで失礼します。まず鶏肉 400g、 こいつをタッパーに移して塩を振って下ごしらえ完成です。あとは明日食べる前に7分間、電子レンジで加熱して鶏もも肉 400g の調理は完成です。次に炭水化物要因のさつまいもこれ 280g なんですけど、さつまいもはもう水で洗って炊飯器水と一緒にセットして完成です。ボタン押すだけおすすめです。次に、先ほど皮むいたニンニク、あと舞茸、食物繊維要因の舞茸、これを電子レンジで蒸し器に入れてオッケーです。完成です。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。気合入れていきます。散歩行きます。いただきます。練習向かいます。練習終わりました。帰ります。疲労感がまあまあ高いんで一旦寝ます。20分チャージします。勉強いきます。帰ります。走り行ってきます。ちょっと今日はスピードを上げたいので携帯を置いてきます。行ってきます。行ってきました。ナイスラン。経済水域もあるでしょ。あれからだから英会話に行きます。英会話してそのまま勉強して帰ります。ナイス。俺寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も頑張ります。散歩行きます。練習向かいます。
練習終わりました。お昼食べ行きます。昼食食べ終わりました。今からケア受けます。ケア終わりました。17時から車の点検があるんで、それまで勉強します。行きます。勉強終わりました。車の点検に行きます。車の点検を待つ間、散歩に行きたいと思います。散歩終わります。点検終わりました。帰ります。飽きた？似たか？まあまあ。寝ます。夕食の後、YouTube のサムネ作ったり動画編集したりしてたんですけど、自分がルーティンの動画を出してるんで、他の方のルーティン動画がおすすめに出てきて、いくつか拝見したんですけど、すごいですね。十何時間勉強してますとか、社会人やりながら MBA 目指してますとか、頑張ってる人たくさんいますね。刺激もらいました。あとみんななんかもなんか元気ですね。その顔出してる出してないとか、音声なのか字幕なのかとかいろいろありますけど、なんかみんな元気、エナジーあるなって感じました。自分ももうちょい元気出していこうと思います。おやすみなさい。おはようございます。元気出してみましょう。散歩行きまーす。めちゃくちゃ天気いいっす。朝に太陽浴びて、セロトニンドバドバ、ビタミン D 合成しまくり、外日リズムも整う、いい朝です。ありがとうございます。いただきます。練習向かいます。一生懸命やって積み上げて高めます。行ってきます。練習終わりました。練習終わってお昼食べて洗濯してお風呂入って帰ります。お疲れ様です。お昼に食べた寝かせ玄米なんですけど、あれまあいただき物なんですけど、あれすっごい美味しいですね。あれ初めて寝かせ玄米ってものを食べたんですけど、あれはすごく美味しいです。以前糖質を取りすぎない、血糖値が上がりすぎちゃう、急激に上がるのが嫌だっつって取りすぎないみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、玄米 GI 値低いですし、精製された白米に比べてビタミンとか食物繊維が豊富なんで、あれいいですね。まあ、大体そのなんていうんですか、そういう栄養価が高いものってちょっとこうなんだろうすごく食べづらかったりするんですけど、寝かせ玄米ってやつはすごい美味しいですね。おすすめです。ありがとうございます。いただき物ありがとうございます。20分寝ます。おやすみなさい。勉強しに来ました。勉強終了しました。いつもは英語とか数学やってるんですけど、今日はちょっと ATP の勉強しようと思って、ちょっと生化学の話を勉強しました。まあ、なんか教科書みたいな本読んだんで、まあ、自分で理解してるかどうか分かんないですけど、なんか自分的に思ったのは、
まあ、いかに解凍系で終わらせずにクエン酸回路と電子伝達を行えるか、まあ、そこで酸素必要になるんで、まあ、いかに体に酸素を、まあ、細胞内ミトコンドリアに酸素を送れるかっていうところと、まあ、いかに脂肪酸を生かしてエネルギー源としてそれらを使っていくか、糖から生まれるATP が約30個に対して脂肪酸から生まれる ATP100 個超えるらしいんでね、ちょっとうまくもう少し勉強してつなげていきたいと思います。カモン ATP 走っていきます。軽く血液循環させるぐらいの感覚で行ってきます。走ってきました。お疲れ様です。リン酸は ATP 由来でリン酸機能についた代謝。寝ます。いや、今日勉強してて思ったんですけど、高校の勉強、まあ、小中もそうですけど、もっと一生懸命やっとけばよかったなと思います。特に理系科目全然わかんないですね。ぜひみんな勉強しましょう。中高生、特に中高生、ちょっと偉そうですけど、あとちょっと詳しい方いたら教えていただきたいんですけど、脂肪酸をベータ酸化させてアセチルコエにしてクエン酸回路で ATP 生むってことと、ケトン体を生成してそれをエネルギーにする、またちょっと違うことですよね。多分そのケトン体が生まれてる段階だとどうやらクエン酸回路が止まっちゃってる状態なんで、このアセチルコ A が回路でエネルギー生むみたいなのちょっと違うと思うんですよね。なんか詳しい人いたら教えてください。寝ます。おやすみなさい。取るつもりはありませんでしたが、これだけは言わせてください。やったぞ。全員すごい。サポーターもすごい。選手、試合出てた選手もすごい。スタッフもすごい。チームすごい。素晴らしいと思います。それは個人的にはいろいろ思うことありますよ。悔しいですし、勝ちになんかもっと貢献できたなとか、前節申し訳なかったなとかいろいろ思いますけど、でもそんなんどうだっていいんです。チームが全てなんで。やりました。あと残り3試合、泣いても笑っても3試合やってやります。今日は本当にありがとうございました。